こんにちは。今私は雨が本当に降らなくて、現地の方から今年はかなりひどい不作という情報が入ってまして、今日はちょうど9月の日なんですが、もう雨が降らないんで、あちこちで刈り取り始めたというような情報で今現地の方に入っているんですが、ヘナ今ちょっと見てもらったら分かりますけど、普通は雨がしっかり降るとここら辺ぐらいまで生えてくるんです。ところが今多分このビデオに下の方にこれあるんですけど、ここら辺ぐらいまでしかないっていうので、ちょっと量がかなり収量の方が、ただ葉っぱ見てる限り結構色は濃いかもしれないっていうふうに思うんですけども、雨が十分じゃないんで量がかなり少ないかなっていう、見えますかね、やっぱ小さい株が、ヘナっていうのは同じ株から何年も何年も切ってはまた細葉ですね、細葉とか生け垣みたいにまた切ったら全部生えてくる、株は残して置いとくんですけども、見たら分かりますけども、株の成長具合が非常に小さい、玉が小さいですよね。だから今年はヘナの言われている通り、やっぱヘナの収穫量が少ないかなというようなことは確認できます。これヘナを直接今買っているヘナの畑に来てますけども、多分なんかここの地域はあんまり背丈が伸びないんだけども、それにしても背の高さが半分ぐらいかなというふうに、このオーナーは今そう言ってました。で畑でも不思議で、こっち側はもう 20% ぐらいしか背丈がなくて、こちらは 50% と不思議な生え方してるんですけども、葉っぱの雰囲気はどうかってズバリ聞いたところ、まあまあかな。だからちょっとやっぱり雨があまり少ないと、夜露とか夜のその夜露だけだとやっぱり色素というか葉っぱの成長が悪いので肉厚になりにくいのかもしれないです。ちょっとそこら辺の関係がまだわからないんですけど、私はここの畑でいうと1ヶ月早く収穫を今年は始めた。もう暑くなって乾燥が始まってきますと、もう刈り取るしかないんですね。まあ、そんな感じです。今はちょうど9月の10日前後ですけど もうかなり刈り取りが進んで、ちょっとどんな感じかもっと接近して見てみますね。今刈り取りしてるの見えると思いますけども、株が小さいですね。非常に株が小さい。だから収量があんまり少ないような状態です。This is medium. At BGB, I have any? BGB. How is the quality? How is the quality of the henna? Inner quality is a medium. Medium, medium? Medium. Yeah, 50%. はこっち側は例年の 50% ぐらいの背丈があるかなと彼は言ってますけど、こっち側はもう本当小さい、こっちは反射があれですけども、こっち側はかなり小さいなと彼は言っていました。まあヘナは基本的に夜露でも葉っぱを伸ばしてきますので、雨がさほどなくてもある程度は確実に育つんですが、やっぱり雨があった方が葉っぱは広く育つと。今ヘナの産地のソジャット市を訪れてまして、いつも散歩道を今日ちょっとビデオで、僕がソジャットにいる時には散歩する道をビデオに撮っています。今これソジャットにあるお城、城壁がフォートって何ていうのかな、
日本語で言うとあの城でもないんですけどフォート砦ですね。ロシアとの砦がありますんでその辺りをあの砦まで登ってあの朝散歩するあのそういった僕の散歩道なんですけども、ちょっとエスニックな感じがあるんでヘナとはちょっと関係なしにちょっとまあモーニング撮影してみようかなと思っているんですけど、あのそれだと本当に牛が多いですよね。おはよう。うわ、スマイトがいただいた。今舌を出して僕の方を舐めにあの来る牛がいました。で昨日はちょっと寝苦しかったですね。いつもはあの僕は10月ってちょっと涼しくなる始める頃にソジャットに来るんですけど、今年はもう皆さんも知ってる通りあのヘナが不作でして収穫がモーニング早く始まったために9月に入ったんですけど、9月ってものすごい暑いんですよね。で寝苦しくて昨日で思わず床にベッドの上がちょっと暑かったんで思わず床の上に寝転がって、それでも暑くてフーフー言いながら、まあ、寝てた、まあ、熱帯夜ですね。熱帯夜モーニング。あとキレメイエス。おばさんが多分なんだそれはって言ってたんですよね。で朝になってちょっと涼しくなって今散歩に出てるんですけど、朝も暑い、こういう状態のこういうほとんど砂漠、これほとんどパキスタンに近いんでね、パキスタンというか、まあ、ああいう暑いところの気候ですよね。ヘナっていうのはこういうところに育ってこういうところの人たちが収穫したり、まあ、使ってきた、伝統的に使ってきたっていう、まあ、ちょっとそんな話で今ちょっとこの街並みが結構なかなか面白いんでビデオ撮り今回はしてみるとしました。